アロハ、ゆうじぇです。今日朝ね、ナイヤと散歩してきた時に、プルメリアの花を摘んできました。昨日ね、ドライブしてね、伊豆の記念碑の前撮った時に、レイが一個もかかってなかったので、時間があったらかけてあげたいなと思って、今日やってみたいと思います。まずレイを作ります。いつものこのレイを作る用の針です。糸です。奥様からもらってきました。お花です。今日、ピンク、白。そしてこれ、プルメリアじゃないんだけど、こんなのも摘んできちゃいました。こんなやつ。これなんていうのかな？僕、名前知らないです。まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、ピンクと白、匂いが違います。ピンクの方が、ちょっと甘い匂い。どっちもいい匂いです。早速通していきます。ピンクは少ないのでたまに入れます。そして紐に色をこういう感じ。めっちゃ抹茶いい匂いです。伊豆の記念碑のあの伊豆の首結構ぶっといんだよね。まあ実物がぶっとかったのかもしれないけど、大きめに作った方がかかります。あー、いい匂い。これいい匂いです。完成です。できました。こんな感じ。つなげて、おい、こんな感じになりました。アロハ。よっしゃよっしゃ、早速鍵に行こうかな。ナイヤ連れて。この針はロングスドラッグで買いました。なんか2ドルぐらいだったんじゃないかな。会うよ。今日の伊豆、アロハシャツ着てます。バッチリ。